皆さんこんにちは。日本マイクロソフト採用を担当しておりますステラと、営業を担当しておりますナオです。この動画では日本マイクロソフトの事業内容や魅力をしっかりご紹介していきたいと思います。学生の皆さんからよくいただく質問についても分かりやすくお伝えさせていただきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではよろしくお願いします。まずは日本マイクロソフトが行っている事業内容についてお話しします。マイクロソフトは実際にどんなことをしている会社っていうのは最初に知っておきたいところですね。実は私も就活をするまではマイクロソフトイコール Windows や Word、Excel といったイメージが強くて、日本マイクロソフトが具体的にどんな業務をしているのかはあまり知りませんでした。そうですね、私も入社してから実際の業務の中でこんな事業も行ってるのと驚いたこともありました。では日本マイクロソフトの事業内容についてご説明します。日本マイクロソフトは IT 領域の世界トップメーカーであるマイクロソフトの日本法人です。そもそもマイクロソフトはアメリカで誕生したんですよね。そうですね、ご存知の方も多いかもしれませんが、マイクロソフトは1975年にアメリカでビル・ゲイツとポル・アレンによって創業されました。1985年にパソコン用の OS の Windows を開発した以来、 OS、ハードウェアが MS が成り立っている3つのポートフォリオの中の1つになりました。2つ目は最近のメイン領域で展開をしているクラウドサービスの Azure、 そして3つ目は Windows 向けのオフィスソフトとしてマイクロソフトオフィスをはじめ LinkedIn や Bing などの検索エンジンを含むソフトウェア領域です。なんと時価総額が世界2位の会社なんですよね。では実際マイクロソフトが一体どのようなことをしているのかご紹介いただけますか。マイクロソフトは日本にいる企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するために存在するって言っても過言ではありません。幅広いテクノロジーのポートフォリオをベースにソフトウェア、クラウドサービス、デバイスなどの営業やマーケティングを行っています。約50年間の歴史を持ってどんどん進化して、マイクロソフトは地球規模の設備運用とクラウドの企業になりました。特に現在力を入れているのは生成 AI ソリューションの構築です。マイクロソフトの製品やソリューションには全て AI 機能が組み込まれています。まさに時代の最先端を行く IT 事業といった感じですよね。私も日々 AI 技術の進化で営業チームで担当させていただいているお客様に対してどのように役立てられるのかを考えつつ業務に挑んでいます。最新の発表で業務効率化ツールであるマイクロソフト365コーパイロットも紹介されました。コーパイロット機能の開発や業務効率化、コスト削減など AI イノベーション基盤のプラットフォーム構築なども行っています。コーパイロットは検索や執筆などの作業における人々の生産性を向上し、全般的なタスクのスピードを向上させています。それが産業界により重要なこととして、何億人もの人々の生活にインパクトを与える影響を期待しています。 IT をツールとして様々な業界や分野の企業のお役に立つといったことが私たちの役割ですよね。そうですね、実際に日本マイクロソフトでは製造、金融、運輸、サービス、医療、公共、教育などあらゆる分野の IT の力で支援しています。次に日本マイクロソフトの企業理念やミッション、ビジョン、行動指針についてお話しします。ここは大事なところですね。会社としても理念浸透に力を入れていて、これからお話しする内容に共感していただける方はぜひ先行に進んでいただけると嬉しいです。ナオさんはもちろん日本マイクロソフトのミッションは言えますよね。もちろんです。地球上のすべての個人とすべての組織がより多くのことを達成するですね。そうです、さすがですね。このミッションにはお客様に寄り添いながら日本の社会改革に向けたデジタルトランスフォーメーションを推進し、日本経済の再生や日本社会の活性化に貢献するという思いが込められています。実際に働いている中でも全ての人にとってより便利な世の中にするには何ができるだろうと考える場面もあって、社員一人一人にとってとても身近なミッションだと感じています。一部の人だけではなく全ての人をとても大切にしているので、マイクロソフトではダイバーシティ&インクルージョンへの取り組みも行っています。
人種や国籍、年齢、性別、障害、性的指向、性同一性、そして価値観、働き方などの多様性を認めて尊重するという考え方ですよね。そうです。多様性を認め、それぞれの社員がのびのびと力を発揮できるような場所を提供することで、より良いアイデアが生まれ、商品開発につながり、お客様をより幸せにできると考えています。全ての人がより多くのことを達成するために、デジタル格差払拭への取り組みも行われていますので、ミッションへの本気度が感じられます。マイクロソフトではミッションを達成するために、一人一人が意識して取り組むためのカルチャーというものを設定されていますが、ナオさんもご存知ですよね。はい、カルチャーもミッション同様に社員の間では広く浸透しています。マイクロソフトが掲げるカルチャーは5つの構成から成り立っていますよね。はい、まず土台となるのが成長する考え方であるグロースマインセット。このグロースマインセットの上に、お客様に寄り添うカスタマーオブセスト、そして多様性を認め尊重し合うダイバース&インクルーシブ、みんなが共に働き、お互いのアイデアを出し合い、その力を結集することを発揮されるワンマイクロソフト。これらの4つが合わさって、テクノロジーによって世界中の全ての人々とビジネスの持つ可能性を最大限に引き出すことができる、 Make a difference することができると考えています。マイクロソフトは世界的な企業なので、全世界で合わせるととても多くの人が働いているのですが、こうしたミッションやカルチャーが定められていることによって、みんなが同じ方向を向いて仕事に取り組めているなと日々感じています。では日本マイクロソフトの社風はどのように感じていますか？そうですね、例えばマイクロソフト CEO のサティアのこういうメッセージがあります。自分自身がクールにかっこよくなりたいのであれば、他の企業へ行くことをお勧めします。そうではなく、誰かをクールにしたいのであれば、ぜひマイクロソフトで一緒に働きましょう。テクノロジーの力を使って他の人をエンパワーしたい、こういう業界や企業に対して貢献したいと思う方が多い印象です。テクノロジーの力を使って周りをハッピーにしたいと考える方々がマイクロソフトには多いです。そして十人十色の経験、仕事に対する考え方など多様性を認め尊重し、それぞれの社員がのびのびと力を発揮できるような場所を提供します。私もすごく働きやすくて、社員同士でいい関係が構築できているなと感じていて、それはやっぱりエンプロイリソースグループの存在も大きいですね。あ、それは私も非常に同感です。エンプロイリソースグループ ERG とは、より働きやすい職場であるための社員による社員のためのコミュニティです。 LGBTQIA+ に配慮した創業規則の設定やコミュニティ運営に取り組んでいるグリーム、障害への理解やアクセシビリティの改善を進めるディサビリティなど有志で活動しています。ナオさんは ERG のどんな活動に参加したことがありますか？私は Women at Microsoft に所属しています。全てのジェンダーが等しく成功することを目標としていて、あらゆる女性をインクルードして相互信頼を持ったり公平性を保ったりすることによって、マイクロソフトのカルチャージャーニーをより加速する活動やアクティビティに取り組んでいます。具体的には普段ニュースレターの配信や社内イベントの企画などに参加しています。素晴らしいです。続いて教育・研修などについてお話しします。最近は自己成長、スキルアップというところに高い関心を持つ学生さんが多いですね。そうですね、質問をいただくことも多いので、しっかりとご説明したいと思います。まずこれから入社される皆さんが初めに受けていただくことになるのが新入社員研修になるのですけれども、ナオさんは入社した当時のことは覚えてますか？はい、まだ何のスキルや知識もなく不安な状態で新入社員研修を受けたことをよく覚えています。研修では日本マイクロソフトの全体像を理解するためのビジネススキルと、デジタルトランスフォーメーションを推進するためのテクニカルスキルの両方を学ぶことができたので、その後の業務にとても役に立っています。一番印象に残っていることは、研修中同期みんなで頑張ってマイクロソフトの資格に全員で合格したことで、とても誇りに持っています。素敵ですね。日本マイクロソフトでは新入社員研修以外にも段階やスキルに応じて多様な研修を行っています。製品、技術のトレーニングはもちろん、ソフトスキルの向上、リーダーシップ開発プログラムやマネージメントトレーニングもございます。新入社員研修が終わってからも社員として学びが続けられる環境です。ビバラーニングというプラットフォームも活用して、業務に必要なものはもちろん、
最新テクノロジーについて様々な提供元からの学習コンテンツにアクセスできます。特に1万7000件以上の学習コースを持つリンクドインラーニングも自分のスキルアップのためによく使います。年次や業務内容、自身のキャリアプランに合わせて存続的にスキルを磨くことができますね。続いて社内にある施設や休暇制度についてお話しします。私自身、日本マイクロソフトはすごく働きやすいと感じているのですが、それはやはり福利厚生が充実していて、社員一人一人がのびのびと働ける環境が整っているからだと思っています。まず様々な休暇制度があって、普通の年次有給休暇はもちろん、ファミリーケアといってご自身のケアと家族のための休暇が使えるようにしっかりと制度化されているのが大きな特徴です。有給の出産休暇、男女関係なく習得することができる育児休暇もございます。私も必要に応じて有給やファミリーケア休暇を活用しています。他にオフィス内にもいろんな施設を利用することができますね。はい、社員専用の食堂やカフェ、マッサージルーム、デトックスルーム、メディカルルームなどが用意されています。ナースもよく使いますか？そうですね、私はカフェテリアで同期の皆さんとランチを食べますし、業務中少し休憩が必要な時にはデトックスルームでリフレッシュすることもよくあります。ちなみにナースさんは他にお気に入りの福利厚生などありますか？やはりフレキシブルなワークスタイルですね。マイクロソフトは個人のライフスタイルや状況に応じて柔軟に働き方を選ぶことができます。時間や場所に制限されない社員にとって最適な働き方をすることで最高な仕事を行うことができます。私の場合は普段週 2,3 回出社していて、残りは在宅勤務でバランスを取りながらハイブリッドワークを活かしています。日本マイクロソフトでは社員一人一人がより働きやすくするにはどうしたらいいかということを日々考えてアップデートを続けています。今当社のことが気になっているという学生の方は、働きやすさという面に関してご安心していただいて大丈夫だと思います。海外勤務についてお伺いしたいです。日本マイクロソフトのようなグローバル企業に興味がある学生の方は、海外にチャレンジしてみたいという方も多いのではないでしょうか？そうですね、日本マイクロソフトは海外のお客さんをサポートされるケースやリージョナルチームとの協業も多いので、海外に関心のある学生の方にはぜひ聞いていただきたいと思います。実はマイクロソフトでは海外赴任が特に決まっているよりは、自分で自分が磨きたいキャリアを柔軟に選択できることになっています。勤続年数などに制限を置くのではなく、社内移動のシステムを通して今後自分が経験したい分野や職務にキャリアチャレンジすることになります。そういえば知り合いの先輩で新卒 2,3 年目に自ら手を挙げてシアトル本社やシンガポールで勤務することになった方々もよく見かけます。はい、日本マイクロソフトでは各自のキャリアデベロップメントを十分支援しているので、今後グローバルの経験とキャリアアップを目指す学生の皆さんにはとってもいい環境になると思います。ではやっぱり英語が話せないとマイクロソフトにチャレンジするのは難しいのでしょうか？もちろん米国本社や他国と連携される仕事をするような場合は相応のレベルが求められますが、求められる英語力は職種によってだいぶ異なりますのでご安心ください。もし不安のある方でも、日本マイクロソフトでは各種語学研修を提供していますので、入社してからもご自身の努力次第で英語力を伸ばすチャンスが十分にあります。では最後に職種紹介をしていきます。募集職種は主に4つあります。全体を通して文系の方も理系の方もご応募いただけます。職種によって求める人物像も少し異なりますので、日本マイクロソフトに興味を持ってくださった方は、どの職種に自分が合っていそうなのか考えてもらえると嬉しいです。ではまずは営業、技術営業からなおさんお願いします。はい、マイクロソフト営業職では、日本の企業のデジタルトランスフォーメーションの一助になるよう、製品の提案ばかりではなく、お客様のニーズを聞いて IT での解決をご提案しております。大手法人、観光庁、パートナー、中小企業向けの営業に分かれていて、サポートする産業も製造や金融、ゲーム、エンターテインメントなど数多くあります。優れたコミュニケーションとリレーション構築スキルに加えて、業界への強い関心が求められます。
一方で普段私もよく協力する技術営業チームは特定製品技術領域で担当が分かれています。主な役割はマイクロソフトの最先端の技術を価値訴求することでお客様が成果を達成するまで寄り添うことです。営業とともに提案を行う段階で技術に精通したスペシャリストとして活躍されます。ビジネスやテクノロジーにパッションを持って積極的に行動できる方に向いています。続いてカスタマーサクセス部門ですが、マイクロソフトのクラウドサービスを活用してお客様のビジネス変革を成功させるデジタルトランスフォーメーションの推進役になります。お客様のビジネスおよび IT の意思決定者とともに価値を実現できる支援を行う職種です。特にクラウドソリューションアーキテクトの職務では高い技術知識や研究成果を含めテクノロジーへの強いパッションを持つことが重要です。最後にマーケティングオペレーション部門はマイクロソフトプロダクトの総責任者として市場における製品ブランド全体、顧客およびパートナー全体を効果的にリードする職種です。よりグローバルなチーム環境で製品マーケターとしての専門性を磨ける魅力的な職種になります。私が就活していた頃思い出しました。今年の募集職種としてはご紹介した4つですが、実際に入社してから社内のいろいろな部門とコラボレーションする機会がたくさんあります。互いに支え合いながら我々のミッションである地球上のすべての個人とすべての組織がより多くのことを達成できるようにする業務を日々遂行しています。ここまで日本マイクロソフトの会社紹介をお届けしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。少しでも日本マイクロソフトに興味を持っていただけた方はぜひお気軽にエントリーしていただけると嬉しいです。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。